皆さん、こんにちは。芸能界では結婚や熱愛といった祝い事が週刊誌やテレビで毎日のように報道されてきました。時には大げさに、時には大胆に。しかし、報じられるものが祝されるべきものばかりとは限りません。人生が家福はあざなえる縄のごとしと比喩されるように、不祥事や逮捕から事件といった凶事も数多く報じられます。それらは祝い事に比べると匿名掲示板や SNS でより大きな騒動として話題になります。ロサンゼルスドジャースの大谷翔平さんの元専属通訳水原一平さんの違法スポーツ賭博問題もそのうちの一つです。今回は水原一平さんの違法スポーツ賭博問題に関する話をご紹介しましょう。ことの発端は2024年2月29日、大谷翔平さんがインスタグラムを更新し、日本人女性との結婚を、本日は皆様に結婚いたしましたことをご報告させていただきます。新たなチームと新たな環境でのスタートとなりますが、2人で力を合わせて支え合い、そしてファンの皆様と共に歩んでいけたらと思っております。まだまだ未熟な点も多々あるかと思いますが、温かく見守っていただければ幸いですと電撃発表しました。2024年3月15日にはドジャースの公式 SNS アカウントと大谷翔平さんのインスタグラムから妻とのツーショットが公開され、結婚相手が元バスケットボール選手の田中真美子さんであることが判明。大谷翔平さんは結婚願望がないことで有名だったため、国内外問わず衝撃が走りました。しかし、その5日後の2024年3月20日、それを上回るニュースが世界を駆け巡りました。大谷翔平さんの専属通訳を務め、長きにわたってマネージャーのように大谷翔平さんを支え続けてきた水原一平さんが解雇されたのです。当初、解雇理由は明らかにされませんでしたが、複数の現地メディアは水原一平さんが違法なブックメーカーに多額の借金を作り、大谷翔平さんの銀行口座から送金をしていた疑いが浮上したため、ドジャースから緊急解雇されたと報じています。アメリカの捜査当局は4月12日に会見を開き、水原一平さんを30年以下の禁錮または100万ドル以下の罰金となる銀行詐欺罪で告訴したことを正式発表しました。アメリカの連邦捜査機関の発表によると、水原一平さんは2021年11月から2024年1月にかけて、大谷翔平さんに無断で合計1600万ドル以上を不正送金したとして銀行詐欺の疑いで訴追したとのことです。捜査当局の説明や告訴状などによれば、大谷翔平さんがロサンゼルスエンゼルスに移籍した2018年3月にアリゾナ州の銀行に年俸を受け取るための口座を開設。通訳として開設を手伝った水原一平さんは、口座へのログイン方法などを把握していたとみられるとしています。そして、大谷翔平さんが投打の二刀流で数々の記録を打ち立て、日本人で初めて満票により MVP を受賞した2021年に、水原一平さんは違法ブックメーカーの運営者と知り合い、野球以外のスポーツ賭博を始めたところ、数ヶ月で多額の損失が出始めたといい、その頃に大谷翔平さんの銀行口座の連絡先を自身の電話番号とメールアドレスに紐付くように変更したとみられるそうです。また、水原一平さんが大谷翔平さんのふりをして銀行に電話し、送金を承認させていたことも録音記録から判明。捜査当局は大谷翔平さんにも事情聴取を行い、携帯電話の提供も受けて調べた結果、大谷翔平さんが水原一平さんの違法賭博行為や借金返済に関して認識もしくは関与していたことを示す証拠はないと判断し、大谷翔平さんは被害者だと強調したいと語りました。大谷翔平さんは事情聴取に対して、代理人や会計士との会話の通訳を水原氏に依存していた、代理人や会計士らが全ての口座を監視していると信じていたと述べていたとしています。検察官は会見後の取材で、大谷翔平さんは1600万ドルを超える巨額の詐欺の被害者だった、彼がスポーツ賭博を許可した形跡もスポーツ賭博を許可した形跡も
ポーツ賭博について知っていた形跡も、彼が個人口座からの送金を許可した形跡も見つからなかったと、大谷翔平さんは白であることを強調したほか、大谷翔平さんが協力してくれたことにより捜査が早く終わったとしています。現地メディアの報道によると、水原一平さんは2024年1月までに約1万9000回にわたって違法スポーツ賭博を繰り返し、合計約4,610万ドル、日本円で約 62.3 億円もの借金を作っていたことや、借金返済に関連した担保として大谷翔平さんの口座を使い、約 32.5 万ドル、日本円で約5000万円相当の野球カード1000枚をネットで購入し、Jミンという偽名を使ってドジャースのクラブハウスに郵送するなど、大胆な手口も明らかになったとしています。水原一平さんは1日に平均約25回、1回あたり平均約200万円をかけ、合計62億円以上の借金を作ったそうで、2021年11月に大谷翔平さんの銀行口座から最初に不正送金を行ったのだとか。そして不正送金の大半は2022から2023年にかけて行われていたといいます。不正送金の手口については、銀行口座の連絡先を自身の電話番号とメールアドレスに紐付くよう変更した上で、水原一平さんが大谷翔平さんと偽って銀行に電話し、違法賭博関係者への送金を承認させたものの、当初は口座へのアクセスを拒否されてロックされたそうです。その後、水原一平さんは口座のセキュリティ質問に答えることに成功し、数百万ドルが入った口座のロックを解除したほか、大谷翔平さんの資産管理を担う経理や金融顧問に対して、この口座はプライベートなものとして大谷翔平さんが口座情報を教えない意向を示していると嘘をついていたとのこと。また訴状には違法ブックメーカーの運営者マシュー・ゴーヤーさんと水原一平さんのメール内容も記録され、大谷翔平さんが2度目の MVP を受賞した翌日に水原一平さんの借金返済が滞っていたことで、同元の一人が大谷翔平さんを尾行し、私の電話になぜ返事をしないのかわからない、今ニューポートにいて大谷翔平さんが犬と歩いているのが見える、彼に近づいて水原氏から返答がないんだけどどうやって連絡を取ればいいかと聞けばいいかい、どうかすぐに電話をかけ直してほしいと脅すメッセージを送っていたそうです。これに対して水原一平さんは、この数年で仮想通貨で多くのお金を失ってしまい、このスポーツ賭博でも大損をしたと言い訳し、ドジャース移籍後の2024年1月から3月にかけて大谷翔平さんの口座を使って野球カードを購入、それを担保に信用賭けのクレジットの増額や賭け金の上限引き上げを求めていたらしく、違法賭博で借金を返済しようとしていたことがうかがえます。しかしこれらの行為が現地メディアにバレて取材の申し込みが来たことで、もう隠し通すことはできないと判断し、インタビュー取材に応じたそうですが、取材の際にも一度嘘をついたのだとか。そして3月20日の開幕戦終了後に違法賭博行為を認め、大谷翔平さんに不正送金を告白したとのこと。2024年4月8日の夕方、ノンフィクションライターの水谷武さんが米国カリフォルニア州オレンジ郡のニューポートビーチという高級リゾート地区にある住宅街を訪れました。その目的は水原一平さんの居住先の実態を確認すること。水谷武さんは事前に水原一平さんの部屋番号を入手していたため、正面ゲートで門番にそれを告げ住宅街に入ります。青々とした観葉植物に彩られた重厚な門構えを抜けると、水原一平さんが住んでいるとされる一軒家が目に入りました。シックな玄関ドアの前にはアマゾンで注文したとみられる2つの段ボール箱が置かれていました。そのうちの1つからは日本の人気ペットボトル緑茶ブランド大いお茶が見えていたとか、誰かが部屋にいるのは間違いなさそうだと考えた水谷武さんが、呼び鈴を鳴らすと間もなく室内から2匹の犬の吠える声が聞こえてきました。しかし人間が玄関に向かう気配は全くありません。
二度呼び鈴を鳴らしても結果は同じで、犬が吠えるだけで住人の反応はない、イルス状態。水谷武さんはその場を離れるまでに計3回呼び鈴を鳴らしましたが、無反応に終わりました。帰り際、水谷武さんは門番のところに立ち寄り、念のため部屋に住人がいるかを確認してもらいました。門番が部屋の番号をダイヤルし、コールが2回鳴った後にガチャッと受話器を置く音が響きました。するとその受話器から流暢な英語を話す男性の低い声が漏れてきたそうです。以前エンゼルスのスタジアムで直接話をした際の水原一平さんの発音と一致していたため、水谷武さんには聞き覚えのある口調に聞こえたとか。間もなく受話器を置いた門番が水谷武さんの元にやってきて、住人はあなたに会いたくないと言っていると告げました。水谷武さんが、では部屋に人がいるのですねと尋ねると、門番は住人のプライベートについてはお答えできないと応じただけでした。水谷武さんは礼を言って駐車場へ向かい、車に乗り込もうとすると、先ほどの門番が後をつけてきて、助手席側の窓から水谷武さんを見つめていました。窓を開けると門番は、あなたはメディアの人間ですかと質問してきました。水谷武さんが車外に出ると門番はこう続けました。実は日本のメディアが2週間ほど前この住宅地に殺到し、住人にあれこれと質問を浴びせたので苦情が出ていたんです。彼らが大谷翔平さんが被害を受けたスキャンダルについて取材をしていると承知しています。ただここの住人のプライベートな情報については法的な理由から一切明らかにすることはできません。この2日後の2024年4月10日、アメリカの有力紙ニューヨークタイムズは、水原一平さんが韓国から極秘の形でアメリカに帰国していたと報じました。同紙によると、関係者の情報として、韓国からカリフォルニアに戻った水原一平さんは、飛行機を降りた後、連邦捜査当局に呼び止められた。水原一平さんが当局に何を話したかは不明だが、逮捕されることはなかったと伝えています。このように2024年4月8日時点で、水原一平さんは高級住宅地の一室でイルスの状態にあり、外出先も買い物も控えた生活を送っていたことが分かりました。一方で周辺には水原一平さんの行方を探るメディアが殺到し、住民からは苦情が出ていた実態も発覚。その上で水原一平さんが韓国から極秘の形で帰国していたこともニューヨークタイムズ紙の報道で判明しています。その後、水原一平さんは13日朝にロサンゼルス市内の裁判所に出廷し保釈されました。水原一平さんの保釈に向けては、条件として約380万円の保釈金を支払うことや、被害者である大谷翔平さんとの接触禁止が求められていたようで、ギャンブルの禁止やパスポートの返納なども求められたとか。水原一平さん側は保釈金を納付するとともに、いずれの条件も承諾したため保釈されたとのこと。出廷した際の水原一平さんは、上下黒のスーツに白いシャツでノーネクタイという服装で、足は拘束された状態。水原一平さんの弁護士は当初保釈後に記者会見を予定していましたが、急遽キャンセルし声明を発表しました。声明では、水原一平さんが大谷選手やドジャースなどへの謝罪を望んでいると述べています。水原一平さんへの罪状認否は5月9日に改めて行われる予定だそうです。そろそろ頭尾を飾り、話の幕を下ろしましょう。今回紹介した水原一平さんの違法スポーツ賭博問題に関する話はここまでとなります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。